6号艇西島の動きが気になるところ、いち早くホーム側、どうやらスタート天井同様2コースからの勝負となりそうです。水面上は2つ目の準優勝戦第10レース、1号艇峰竜太、2号艇白井英二、3号艇須藤博道、4号艇桐生純平、5号艇今垣幸太郎、6号艇西島よしのり、以上6名の対戦です。インコースは譲りません。1号艇峰竜太です。前大会王者、今節序盤は苦しい部分もありましたが、整備を施してフナッシュアップ、絶対にファイナル乗るんだという思い、1号艇峰がぶつけます。2コースにはベテラン6号艇西島よしのり、そしてやや手間隔を置いて3コースには2号艇白井英二、リングを変えての登場。4コース、こちらもスローです。4号艇桐生純平、ターンは切れ味キレキレ、4号艇桐生スローはここまで。本番レース引っ張って角、5コースに3号艇須藤博道、そして再アウト6コース初代王者です、5号艇今垣幸太郎、4対2となっています。第10レース準優勝戦、インコースから1番6番2番4番ダッシュ3番5番です。スタートしました。2コースがトップスタート、6号艇西島よしのり、しかし内側から踏ん張るのは1号艇峰竜太、1周1マーク先取り、6号艇西島が指してまくり足は2号艇白井は入らず、向こう正面に張ります。独走体制、5艇身リード、先頭は1号艇峰竜太、注目2番手争い、わずかに優勢は2号艇白井英二、内側から上がってくるのは4号艇桐生純平、後方は5号艇6号艇3号艇10レース、スタートは正常です。焦点2番手争いです。センターから4号艇桐生、インから接近は5号艇今垣、2艇の内側突くか、2号艇白井英二好ハンドル、ホームストレッチへとあります。2番手争い、2号艇4号艇の攻防、わずかに内側優勢か、2号艇白井、しかし外から4号艇桐生、並走状態となっています。レースはこれより2周目1マークの攻防です。先頭は1号艇峰、2番手争い、内側から先手は2号艇白井英二、その内側切り込んでくる4号艇桐生純平ですが、向こう上目に入ってわずかに一停止、2号艇白井が優勢、しかし立て直して内側からへさきをかけようと粘ってくる、バック中間で捉えた4号艇桐生純平、2番手争い接戦状態、続いて2周にマークへと移ります。2番手争い、今度は先手は4号艇桐生純平、開いて差し込んでくる2号艇白井英二ですが、ここで2番手は4号艇桐生が単独、差もついての3番手に交代は2号艇白井英二、1番4番2番の体制で最終周回へと移ります。インコースからここはしっかりと押し切りました。先頭は1号艇峰竜太、そして競り合い制して2番手優勢は4号艇桐生純平、惜しくも3番手は2号艇白井英二で向こう正面へと入っています。上位3艇1番4番2番の体制です。後方6号艇3号艇5号艇ラストコーナーへとレースを移ります。最終コーナー、先頭は1号艇峰竜太、そして2番手には4号艇桐生純平、3番手は2号艇白井英二、ホームストレッチへとあります。上位3艇1番4番2番でゴール、先頭1番峰ゴール、2着4番桐生、3着2番白井ゴール、6番3番ゴール、ラストで5番今垣ゴールです。第10レースの着順確定をお知らせいたします。1着1番、2着4番、3着2番、以上でございます。